お待たせいたしました、歌う果物屋さんです。最近ですね、テレビによく出るんですよね。でそういう時は奥様からね、今度何日の何時からね、テレビに出るからねってメールが入るんですよね。でそれをいつもみんなで見合いこするんですけど、見るんですけども、テレビで映った顔と現実がですね、ほら普通大体テレビに映って、いやあの人あんなんやけど本物のがいいねとか言ったり、本物はおかしいけどテレビはいいねって言ったりするじゃないですか。でも一緒一緒です。テレビでも実物をもう本当一緒やなと思いますね、君ちゃん。はい、よいしょ。何言われるか分からん。はい、ご紹介にお預かりいたしました。山田と申します。最後になりますけれども、私ね、25年前に初めてここの舞台というか、この礼拝堂で歌った歌があるんです。その歌を最後に歌いたいと思います。天に昇る階段を軽い足取りで登る、すべての重荷が解けて今身元に帰る。どれほど苦しんだことか、体の痛みに全ての重荷を解いて今安らぐひととき、一段二段三段と四段五段六段と残したままで、どんなに悔しかっただろうか、どんなに悲しかっただろうか、振り返らずに歩いてください。あなたのその後ろから間違いなくついてきている、小さな足跡を見つけた。七段八段九段と天に近づくあなた、
になって踊ってる。少しスマートになったまでと何故に冷やかされながら、あなたも踊りの輪の中へようこそ、清子先生。